ラマン。もしも声優がいっぱい住んでるマンションがあったら。はい、皆さんこんばんは、岩田美穂です。皆さんこんばんは、畑沙和子です、はい、この番組は現在インターネットラジオリスラジにて放送されているラジオ配信サービスメゾンドイッコへ、もしも声優がいっぱい住んでるマンションがあったら、略してもしこいの魅力的な番組を超 A&C プラスのリスナーさんにご紹介するナビゲート番組です。はい、はい、早速ですが、まずはお便りを一通読ませていただきます。お願いします。ラジオネーム、みつまめさん。みつまめさん、みそマスター、沙和子さん、こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。さて、お二人に質問です。はい。僕は工業高校の電気科で、うん、電気工事の、電気工事士取得のため、うん、毎日放課後に補習を受けています。やるなぁ。しかも法律の名前とか、器具の名前とか、うん、難しい用語を覚えないといけません。うん。そこで演技をするとき、長い台本を覚えているお二人に、良い暗記法がないかお聞きしたいです。はぁ、どうしたら効率よく覚えられますか？まあ、あの声優の仕事としては台本読んでることが多いですけど、岩田さんはだってあのお芝居とかされてますね。そうね、舞台やっててね、やってた頃は。そうですね。どうされてるんですか？僕ね、ほんとセリフを入れるのが苦労するタイプなんですけども、はいはいはい、あのね、本読みとか、はい、ああいう形だとね、入らないんですよ僕。あ、ただ読んでるだけじゃダメってことですか？そうそう、結局やっぱね、立ち稽古があって、立ち稽古で実際に動くと、はいはい、はい、いっぱい入ってくるのね。なるほど、動きと連動して入ってくるってことですか？そう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 。だ、逆に言うと、それをじゃあそのなんだろうな、電気工事士さんの勉強に当てはまるとするならば、はいはい、やっぱりそのなんだろう、イメージすること、はいはい、それがどういうものでっていう、その活字じゃなくて、あ、なるほど、そう、何かっていう具体的な、ビジュアルにすると覚えやすいのかなと。やりながらみたいな。そう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 。ただね、どうしてもなんつうの、その難しいね、あの文字で覚えなくちゃいけないこともきっとあるだろうから。ありますね。もうそれは数かな。もうひたすら読む、やるしかないかなっていうのがあるよね。佐藤ちゃんどうですか？あなたはやっぱりこうね、勉強いっぱい受験勉強もしてきたわけじゃないですか。どうすか、どうなんすか。で、私世界史とか成績悪かったですからね。そんなこと聞きてるわけじゃねえっつうの今。私ただでさえカタカナ弱いのに、うん、なんかな、長い名前あるじゃないですか。例えばなんかアウレス、なんかセレニンティス、あ、もうギリシャ時代の話ですね。アウグスティウニスとかよくあれですね。なんか全然てか二人とも全然ボキャブラリーねえそこすげえな、そこ弱いな俺たち二人全然ダメだったの今な全然ダメだった、うん、どうでしたかね。なんかでもやっぱりそれこそ、はい、なんか歴史とか、はい、意味、なんかストーリーにこう混ぜ込んで覚えたりとか、うん、そうだよね。でも難しいですよね、歴史か。だから俺ね、歴史の勉強大好きだったんだけども、はい、テストはダメだったの。なぜかというと、史実が好きで、はい、言語とか年号を覚えるのは別に興味がなかったんですよ、うん、なるほど。それよりもなぜそういうことが起きたのかとか、うん、そういうことが楽しくて、はいはい、あの勉強してたのね。でもよく教科書よく読んでたの、授業じゃない時とかも。あ、分かります、それ。あと地図帳見てたりするのも大好きで、はい、生物の資料集とか、うん、でもね、それってね、勉強にはダメだよね。テストは全然ダメだったね。でも雑学としては残るんですけどね。そう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 、なんでしょう、まあ、でもそれ言っちゃうと彼は免許取らなくちゃいけないから資格を取らなくちゃいけないんで、自分で声を吹き込んで、うん、聞くってのはどうですか？なんかあるじゃないですか、こうスピードランニングみたいな感じで。スピードランニングありますよねやる。でも私養成所でウイロウリを覚えた時は、もうやっぱり文字を見ながらも繰り返し言うことでした ね。するとやっぱりあれ結構な量ありますけど、やっぱ覚えられますからね、はい、そうですか。僕ね、あのこう見えても子役上がりなんですよ、はい、10歳からこういう仕事やっててね、あのずっと児童劇団で勉強してきたんですけど、はい、劇団コマ撮りはですね、はい、ウイロウリやらなかったんですよ。ああ、そうなんですか。だからなんとなく拙者親方と申すわぐらいまでしか知らないんですよね。でも他の人たち結構頑張ってるじゃないですか。あ、そうですね、全部覚えてる人たちもいて ね。俺もだからもうね、すごいいつも眺めちゃうんですけど、頑張ってるんだなみんなみたいなね。まあ確かに、そっか、ま、まあまあ、でもね、やっぱりね、繰り返し。そうだね。だからイメージできるものはイメージしてみて覚えるのと、あとはもうその活字で覚えなくちゃいけないのも、とにかく繰り返しかなと思っておりますので、頑張ってください。頑張ってください。応援してます。はい、はい、それでは早速
今回も声優がいっぱい住んでるマンションメゾンドイコイの回覧版を回していきたいと思うのですが、お願いします。まず最初に訪れるお部屋はリスラジで毎週水曜日21時からお送りしている、はい、内田彩さんがパーソナリティの番組、はい、内田の犬間に第20回放送のダイジェストです、はい、それでは早速お部屋に訪れてみましょう。声の切り版っていうの回覧版、もしも声優がいっぱい住んでるマンションがあったら。皆さんお待たせしました。みんなのアイドルポチコのお時間ですよ。ポチコの恋愛110番。恋愛マスターである私ポチコが皆さんからの恋愛相談に答えてズバッと解決いたします。それでは早速リスナーの皆さんから送ってもらったメールを読んでいきたいと思います。ラジオネーム UFO さんからいただきました。ポチコちゃんこんばんは。こんばんは。ポチコちゃんに相談したいことがあります。先日地元で中学の同窓会がありました。三次会カラオケが午前3時頃で終了、解散になり、同じ方向の人はタクシー割り勘になりました。みんなでタクシーで帰ったんだね。その時一人の女の子同級生が僕に、家まで遠いし、こんな時間だとお母さんも迎えに来てくれないから、朝まで家にいさせて、と言ってきたのです。家に着いてからはその子と、最近のことについておしゃべりをしただけで、特に何もなく朝になったので、その子を送って行って別れました。これは脈があったということなのでしょうか？教えてください。そっか。UFO さんはいくつくらいなんだろうな。でも3時で解散して朝までカラオケにいなかったっていうことは、でタクシーでみんな帰れるという余裕があるっていうことは、それなりに大人なのかもしれないですね。20代とか30代くらいの方かな。そっか。でもお母さんも迎えに来てくれないから朝まで家にいさせてってことはまだ若いのかな、同級生の女の子が。そうだな。これでもね、ポチコ気になるのは都会か田舎によっても全然違うと思うんだ。あやちゃんの実家はねすごーく田舎だったから、すぐ帰れる距離にねカラオケ屋さんなんてなかったの。周りが田んぼばっかりだったから、これはね、どっちとも言えないな。本当に家まで遠いし、こんな時間に危ないから、だったらこの人の家に行っちゃおうくらいだったかもしれないし、逆に UFO さんのことすごく信頼してて、この人だったらちょっとお願いできるかなってこうね信頼されてるのかもしれないし、特に何もなく朝になったのでね、えいいじゃないですか。特に何もないくないことを期待してたの？でもね、そうだなわかんないけど、これは脈があったということなのかはよくわからない。でもきっと嫌な人の家には絶対に行きたくないはずだから、パーソナルな空間ね、 UFO さんは一人暮らしなのかな。だから全然 UFO さんのことなんて何とも思ってないからお家に行けちゃうみたいな感じじゃなかったとしたら、これはいいんじゃないでしょうか。どちらにしても人間としては絶対に嫌われていないし、好感を持っているっていうことだと思いますね。えだってね、知らない人の、まあ、知ってる人でもね、そんなよく親しくない人の家になんて一人で上がり込めないもんね、普通ね。はい。ちなみにあやちゃんはね、人の家に泊まりに行くのが苦手で、女の子でも泊まりに行くときはすごく緊張して眠れないことがあるそうです。ね、自分家が一番安心するよね。回覧版、もしも声優がいっぱい住んでいるマンションがあったら。
リスラジで毎週水曜日21時からお送りしている内田彩さんがパーソナリティの番組、内田の犬間に第20回放送のダイジェストを聞きいただきました。番組が気になるという方、ぜひパソコンまたはスマホアプリのリスラジにアクセスして、もしも声優がいっぱい住んでいるマンションがあったらをチェックしてみてください。ありがとうございます。回覧板。もしも声優がいっぱい住んでいるマンションがあったら、もしも、サワコが〇〇だったら、さあ、ここからですね、サワコちゃんのコーナーをお届けいたします。はい、毎回、もしもサワコが〇〇だったらという設定でですね、はい、いろんなものに変身してもらい、チャレンジを行っていただきます。はい、頑張ります。失敗すると罰ゲーム。ね、成功すると僕が罰ゲーム。え、岩田さんのコーナーですね。ちょっと嬉しいです。もうどんどんハードル上げていただいて構わないですよ。もう、多分岩田さんがやることになるもんね。やっぱ俺自分大好きだからさ、もう、あ、罰ゲームでも俺がやれてるっていうだけでも、もう大満足なんだよね。これがド M の発想ですね。そうですよ。怖い。さあ、それでは早速ですね、サワコちゃんに変身していただきます。はい、今回のテーマはこちら！もしも、サワコが、お笑いタレントだったら、なんでやねん！もうこれはもう体あるしかないでしょ。そうです。しかも私。ね。何話の女なんて。何話の女がね、体張らずにどうすんだっていう話ですよ。吉本新喜劇見て、ね。ね。困ってまん、ま、す、君本当に関西人ですかドキドキしますね。ねえ。でも、はい、あの、お笑いというか、あの、漫才はよく見ますし。やっぱそうなんだね。はい、やっぱ新喜劇も見てたので、うんうん、もう多分、よっぽど難しくなければ余裕だと思います。これは来ましたよ。また僕がですね、やることになるんでしょうか、罰ゲーム。さあ、それでは難易度の違う ABC の問題、一つ選んでください。いつも真ん中なので、今日は一番下でいこうと思います。そうですか。じゃあ私に渡していただいて。お願いします。はい、なんや、もう、A って見えてるやん。あ、もう余裕ですね。余裕でしょ、これ。さあ、それではですね、はい、出題します。お願いします。ラッスンゴレライ。は？ラッスンゴレライのリズムネタで、今、大ブレイク中のお笑い芸人さんは何というコンビ名でしょうか？何ですか、ラッスンゴレライ。これ、俺も知らなかったですね。え、ラッスンゴレライって何ですか？知らない。私、あったかいんだからは知ってますよ。何ですか？俺はやっぱり、もう、なんでしょう。もう、ダメよ、ダメダメで止まってる状態ですから。それで、もう、2年前ですね。相当、僕、牛歩ですね。僕、お笑い界の、こう、若手お笑い界、牛歩でいけます、ね。非常に牛歩です。あとね、やっぱ、夢、何ですか？ってことは。ヒントください。吉本クリエイティブエージェンシー所属のコンビでございます。知らねえよ。なんと結成わずか9ヶ月です。え？そこでラッスンゴレライ、ラッスンゴレライですよ。あ、あれですか、なんか、はい、なんかこう、なんか民族っぽいので踊りながら漫才する人たちですか？わかんないです。だって俺も知らないんだから。もう二人でもう本当に困った状態ですよ。昨日のぐるない見とけばよかったわ。本当だよね。俺なんか深夜最近そういうの全然見てないっていうのがバレますよね。だって俺の中でもずーっと申し訳ないけどダウンタウンなんですよ、僕。ずっとダウンタウンなんで。私中川家さんが好きです。中川家ですか、どうしますか、もうこれはもう、まあ、当てずっぽでいきましょう。さあ、それでは答えをどうぞ。ほんとに、じゃあ最初の一文字教えてください。え？は。は？うん。何文字ですか？長いですね、結構。12秒じゃなくて、12秒。12文字？あ、これちょっとヒントでしたね、今ね。なんかあれですか、よくある単語っていうか、既存の言葉ですか？でも12秒のそのにちょっとヒントが隠されておりました。12秒？本当は12文字って言いたかったんですけど、これを見ている間に12秒と言ってしまったが大ヒントでございます。タイム？ミニッツ？ん？ハーフタイム？ミニッツラバーズみたいな適当な名前ですか？はい、答えはどうでしょうか？そうですね。知らねえよなんて、俺だって答え言いますよ、はい。言ったところで A とも言えない僕がいるわけですよ。はい、いきますよ。8.6 秒バズーカ。知らねえよあ、でも待ってください。8.6 秒バズーカ。昨日の、はい、なんか、ぐるないの、出てました。上の方のテロップに、マジっすか？なんか、こう、この番組から出たみたいな感じよくわかんないですけど。マジっすか？なんか、俺は昨日はどっちも県民賞見ちゃいました。俺は県民賞で、もうずっとあれですよ。大阪の後半ずっと見てましたよ。あったかいだからが見たかったのになかなか出ないんでやめちゃったんです。罰ゲームでございまーす。はい、でもハーフタイムミニツラバーって言ったら岩田さんなんで。ちょっと待って。内容によった岩田さんがいるんで。じゃあ罰ゲームにね、いきますよ。はい。さあ、負けた方はオリジナル一発ギャグを、披露してくださいと。これ僕持ってるんですよ。一発ギャグ。じゃあ岩田さんやりましょう。もう随分15年以上前に流行った
15年、一発ギャグというかですね、はい、あったんですよこれ、はい、だからそれを僕はもう持ってくればいいだけなんで、あ、じゃあそうですか、これもうじゃあ久しぶりに十何年ぶりにやりますけど、いきますよ、よろしくお願いします、のサッサッサッっていうのはこれ僕ずっとやってたんですよおーえー、あーえー、とこれまあまあ宮村優子さんと当時ラジオやって頃ですね、あのこれあの本当言い訳がましいですけれどもなぜこうなったかと言いますと、はい、あの曲振りでですね、はい、サザンオールスターズの曲を紹介するときに、はい、SAS って書いてあったんですね、あサザンオールスターズ、はい、それが分からずに何これえ SA さえってしどろもどろになってごまかして、はい、ごまかしてスターズつけで一回じゃ足りなかったからスターズスターズスターズっつったらなんかじゃないか受けちゃったんですその時この勢いそれ以来客の前出るとみんながやれやれ言うのさずっと刺すっていう。勢い芸じゃないですか。勢い芸、完全な勢い芸ですね。まあ、そっからもう変わってないんですけど、僕の芸術は。全部ね、こう、言い方っていうね。さあ、というわけで、じゃあ、僕やりましたん、ね、で、あなた、一発で。一発、でもラジオで伝わらないとダメなんですよね。まあ、つまり言葉の魔力ですよ。私、はい、言葉も使わないやつをやるので、で岩田さんがそのリアクションしていただいていいですか。わかりました、やってみます。いきますよ。はい、お願いしますなんですかそれは。どう、こう、どう表現したらいいんでしょうか。それは何、ちょっと待って。落ちようがないんですけど。落ちようがない。落ちようがないよ、それ。落ちはどこ？これ、だから俺、広がらん、こっちこやんけ。マイク、いきますよ。はい。オウム。あ、それね、先にその、落ちようのないものやっててくれると、それが、なんだろう。救われるって感じで、うん、なんか超面白くもないけど笑えるね。すげえテクニシャンだね。これね、やっていいですよ。はい、オウム。オウムっていうか昔ね仮面ライダーのね怪獣に出てきたような感じだよね。いたよね。ほら向こうの年寄りたちはね、俺と同意してるよ本当に困ったもんだよね。これ小学校からやってるんです。そうですか。さあというわけでね、はい、多分うちわで受けてしまったと。ね、ラジオの前の向こうのお客さんは何をしてるんだと。あ、じゃあやり方を言うので。はい、そうですね。髪の前でやってもらえばいいですね。そうですね。どっちがいいですか、鼻とオウム。鼻の流れからオウムまでを一連でやった方がいいんじゃないですかね。あの鼻は結局何がしたかったわけですか、あれは。だから、鼻だけ出てるって。わぁ、どうしよう。でも説明しづらいですよ、やり方。これね。そうね。あ、いやーんと思って顔を隠すぞっていうところで、やったら鼻の先っちょだけがこう、小指と小指の間から出てたっていうことをやる。それさ、なんかやろうよなんかさ、いやーんとか恥ずかしがるとか、岩田さんなんか私にやらしいこと言ってくださいとか言ってね、前振りがあってよ。それで、良いではないかって言った瞬間に、いやーん鼻出ちゃったみたいな、それだけ言ってくれよ。わかりました。落ちるやんけ。はい、はい、考えました。はい。クリスマスの時期にやる芸っていうことで、はい、あ、僕トナカイじゃないっす。やめよう、この、もう、どうしよう、この、もう、どうしよう、どうしよう。うん、さあ、それでは、では、隠せてないじゃん。それでは、続いてのダイジェストに参りましょうね。はい、続いて訪れる部屋は、リスラジで毎週木曜日21時からお送りしている、高橋みなみさんがパーソナリティの番組、みんなのマジカルプラネット、第24回放送のダイジェストです。それでは早速、お部屋に訪れてみましょう。回覧板。もしも声優がいっぱい住んでるマンションがあったら。改めまして、魔法使い見習いの高橋みなみです。本日はこちらから、摩訶不思議事件簿。皆さんが日々生活している上で不思議な出来事が起こることってありませんか？それはすべて魔力のせいです。魔法のせいです。ということで、魔法使い見習いの私としてはそういう事件も見逃せない。このコーナーでは皆さんの身の回りで起こった不思議な出来事、事件を解明していきます。いや、これね、前回はなんかこう、こんなコーナーやりますよーっていうだけだったんですけども、とうとうね。コーナーとして、いや、皆さんからメールもいただき、いや、やっていきたいと思いますけれども、まあ、不思議な出来事って言ってもね、でもなんか今、摩訶不思議事件簿とか言うと、ST のこと思い出しちゃうから、ちょっと、事件とか言われると全部 ST につなげちゃうから、ちょっとダメですね。ということで、早速もうね、皆さんにいただいた摩訶不思議事件を読んでいきたいと思います。まずはこちらから、お、2通。
来てますね。同じ不思議な事件。おお、これも不思議。はーい。じゃあまず、マスターネームうさびんさんからいただきました。ありがとうございます。みーなマジカルラジカル。私が見つけた事件は勝手に絡まるイヤホンです。私はいつも仕事の行き帰りに音楽やラジオを聞いているのですが、会社についてイヤホンをきれいにしまっているにもかかわらず、出す時にはよくわからない絡み方をしていることが時たまあります。これって一般的によくあることなのでしょうか？それとも私のしまい方が下手なだけ？ミーナはこんなこと経験したことありますか？続いて。次のメールも読んじゃいますね。マスターネーム草野さんからいただきました。ありがとうございます。みなさんこんばんは。こんばんは。早速ですが、僕のまか不思議事件は、知らないうちにポケットの中に入れておいたイヤホンのコードが絡まるです。すごい。僕はよくイヤホンで、音楽を聴きながらブラブラ歩いたりするのですが、買い物をしようとお店に入り、しばらく店内をうろついて買い物を終え、また音楽を聴こうとプレイヤーを取り出すと、なんとコードがぐちゃぐちゃに絡まってます。しかもなかなかほどけない。絡まらないように綺麗にしまっても、結局知らず知らずのうちに絡まってしまいます。まさに摩訶不思議。みーなさんもこういう経験ってありませんか？もうこれね、同じ人かって思うぐらいね、同じ。でも全然違う人なんですって。なんかね、よく調べてみたけど全然違う方だったので、不思議だねって言って2通一緒に読むことにしたんですけど、これ私もあるんですよ。私もイヤホンをこうちゃんとね、こう取ってこう巻いてキュッて結んでポケット入れておくんですよ。で帰りに音楽聞こうと思って、こうポケットからパッて出すじゃないですか。したら絡まってんの。すごいよ、よくあるやつこれ。いやでも、どうなんですかね。なんかイヤホンをちゃんとしまっておくやつがついているイヤホンもあるじゃないですか。多分ああいうのだったらね、絡まらないけど、なんでですかね。作家さんは首につけとくタイプですか？あ、全然。あ、ポケットにしまうタイプ？絡まります？僕は絡まらない。別に。ん？首に比べたら？昔に比べたら？絡まる？イヤホンを、ちょっと字が汚くてちょっと読めないんですけど、はイヤホンつれかつんか何書いて、あ、進化イヤホンがね、昔くらい、もうだってもうじゃあ作家さん、カンペ下手だろ。もう文字ね、いつも書いてるの遅くて、だいたい私が次の話題いっちゃうんですけど昔に比べたらイヤホンが進化してるから絡まりづらくなってるってことですか？あ、なるほどなもうだって今裏から文字書いてたから、進化の死がもうなんかよくわかんない方向になって、通過って読めちゃった。なんか何言ってんのかなみたいな。はいはい、ごめんなさいごめんなさい。進化ね、してね。うん、いやでも、これはなんでですかね？動いてるから？摩擦とかでそうなっちゃうのかな？わかんないけど、私その音楽プレイヤーに、こうぐるぐる巻いて、あんまり良くないって言われますけど、ぐるぐる巻いてしまってます。絡まらせないために。なんかこう、普通にしまうと絡まるっていうことを何度も経験したから、今は音楽プレイヤーにこうやって巻いてる。そうするとね、あんまり絡まらないんですけどね。でも携帯とかで聞いてる人は、多分イヤホンだけしまうから、したら多分イヤホンをうまくしまっておく用のイヤホンを買った方がいいと思います。難しい。はーい。じゃあ次のメール行っちゃおうかな。はーい。マスターネームキャベツさんからいただきました。ありがとうございます。みーなさん、こんばんは。こんばんは。最近起きた不思議な出来事ですが、自動ドアに反応されないことですね。ボタンを押して開閉するやつではないはずなのに、反応されないことがこのところ何度かあって、影が薄いのかなと不安になっています。これ私もなんですよ。私、なんか、普通に前の人がウィーンって行くじゃないですか。下続いて入ろうって思って、ブンって入るじゃないですか。下挟まれん、ガスって。ちょ、2回ぐらい挟まれたことあるんだよ、私。めっちゃ恥ずかしい。めっちゃ恥ずかしい。多分、なんか赤外線のね、下からもう外れた状態になっちゃってるのかもしれないんですけど、恥ずかしい。ガスってなって、行ってってなる。
はい。いや、そんな影が薄いとかじゃないと思いますよ。まあなんか赤外線の部分が汚れてるのか、あとはなんかね、赤外線をなんか跳ね返す洋服とかを着てんのかね。よし、わかんないけど。わかんないけどね。いいじゃん。なんか、すごい動いていけばいいじゃないですか。赤外線ら辺で、バンバン。やか、こう、ディフェンスみたいな感じで、バスケの、バンバンって。動いていけばね、きっと反応してくれると思います。と、こんな感じで、このコーナーではマスターからのいろんな摩訶不思議事件の報告をお待ちしています。まあ、私がね、解決できることはね、今みたいにね、こう解決していきたいと思いますので、ぜひぜひメール送ってください。私先は、magic317@ikoe.jp までお願いします。高橋みなみ、ミーナのマジカルプラネット。ミラクルパワー、受けてミーナ。マスターの皆さん、パワーを受けてますか？このコーナーでは、世間で流行りのパワースポットから、ミーナ的パワースポットまで、いろんなパワースポットをご紹介していきたいと思います。噛んでないぞ。はーい。本日紹介するのはこちら。大宮八幡宮。こちらですね、杉並に鎮座する大宮八幡宮は、東京の中心にあることから、東京のへそとも呼ばれ、パワーが集まると言われています。まあ、都心ということもあって、都心といっても自然が残る大宮八幡宮は、神域が広大であったことから大宮と名付けられました。表参道から入り、1の鳥居、2の鳥居とくぐると、その先に神門が見えてきます。神門の両側にある夫婦銀杏を横目で見ながら、総ヒノキ作りの本殿で参拝すれば、縁結び、安産、子育てなど、様々なご利益があると言われています。また、この大宮八幡宮には、小さなおじさんと呼ばれる妖精が現れるという噂があります。それ以外にも天女を目撃した、とか、神楽が行われると、舞い手の巫女さんの後ろに霊的な扉が現れる。などなど、東京の地の底の砂霊を封じている古代からの聖地であるとか、いろいろとにかく不思議な噂や伝説の多い神社でもあり、かなりパワーの大きなスポットなのかもしれません。それではここから、いや私ね、ちょっとその前に、私大宮八幡宮はね、漫画で見たんですよ。スピ散歩っていう漫画を、あのね、仲良しの伊沢しおりさんっていう方のお家行った時に、みんなあのパワースポット好きなんだよねって言って、これ見なよ見なよって言われて、スピ散歩っていう漫画を見せてもらったんですけど、それはなんかちょっとあの霊的なものが見える作者の人が、あの巷で噂のパワースポット行ったらどんな風なね、なんかこう霊がいるかみたいな感じのを見てるスポットなんですけど、なんかね、それで大宮八幡宮見たんですけどね、なんか結構ね、いろいろなパワースポットで体験した作者さんの出来事とかが書いてあるので、スピ散歩おすすめなんで、ぜひ見てください。回覧板、もしも声優がいっぱい住んでいるマンションがあったら。リスラジで毎週木曜日21時からお送りしている高橋みなみさんがパーソナリティの番組、ミーナのマジカルプラネット24回放送のダイジェストをお聞きいただきました。番組が気になるという方、ぜひパソコンまたはスマホアプリのリスラジにアクセスして、もしも声優がいっぱい住んでるマンションがあったらチェックしてみてください。お願いします。というわけで、はい、あっという間にお別れの時間でございます。そうですね。リスラジメゾンドイコへ、もしも声優がいっぱい住んでるマンションがあったら、略してもし声では、公式サイトやツイッターもやっております。そうです。番組に関する情報などはぜひこちらでもご確認ください。はい。さあ、この後はですね、 A&G、アーティストゾーンメゾンドイコへの 2H でございます、はい、こちらもお楽しみくださいませ。さあ、それではお時間でございます。回覧板、もしも声優がいっぱい住んでいるマンションがあったら、お相手は岩田光雄と畑沢子でした。また来週。バイバイ。Bye.